父さん、いつもありがとう。これ、すべて疲労に効く春野菜と果物を使ってまして、ユージ君が自分で選んで取ってきて料理したいと。どうして？お父さん仕事大変そうで疲れてると思って、美味しい料理食べて元気になってほしいと思って、だからこれに行きたいってお願いして。お父さん忙しいのはちょっと寂しいけど、でもそれは僕のためだって分かってるから大丈夫で、でもお父さんが元気ないのは嫌で。お父様、おもちゃ屋さんをやられているとユージ君から聞きました。車のおもちゃが家中に飾ってあるって自慢げに話していて。なあ、